はい、皆さんこんにちは、ぶどうちゃんでございます。本日はですね、私が編集長を務めます姫路のローカル情報サイト姫路の種でですね、2021年の1月1日から1月31日までの1ヶ月間、姫路市民が最も興味を持った重大ローカルニュースをランキング形式で発表していきたいと思っております。現在ですね、3月になってるのにもかかわらず、なぜ1月なんだと、2月の間違いじゃないかと声がね聞こえてきそうですけども、本当に皆さん申し訳ございません。スタッフ一同編集、そして私もね一生懸命やっておるんですけども、少し遅れてしまったんですけども、未来5年後10年後50年後100年後と、未来のお子さんお孫さんたちにもね、この2021年1月に何があったのかとしっかり残すことでですね、図書館にあるような文献のようなものをこのウェブに我々は残していきたいと思っておりますので、皆様ご容赦くださいとともに、もしかしたら皆様のご近所のニュース、そして私知らんかったよっていうのもあるかもしれませんので、その辺も一緒に見て振り返って未来の種になればいいかなと思っております。はい、なおですね、順位はですね、我々が順位をつけたものではなく、 Google さんが提供するサービス Google Analytics によるものなので、実際に皆さんに多く見られた真実の数字による順位の記事をピックアップしておりますので、そちらもご容赦くださいませ。それでは早速20位から1位まで一気にどうぞ。えいえいぽ。第20位、肉の張り前網干店ができるみたい、浜国ストアアート。はい、こちら肉の張り前網干店が2月下旬頃にオープンするようでございますよ。はい、場所は250号線、2020年3月に閉店した浜国ストアがあった場所でございます。第19位、テラスト姫路北側にカフェ&バー BLISS がオープンしている。はい、こちらテラストの北側にカフェ&バー BLISS がいつの間にかオープンしておりました。お店の前にあった看板にはメニューなど美味しい掲示がしてありました。はい、ハンバーグランチは1100円、オムカレーランチ1000円、そしてサンドイッチランチ1100円などね、メニューがあるようです。第18位、白浜にボンマルシェができるみたい。はい、こちら白浜町にボンマルシェ白浜店ができるようでございます。予定ではね、4月中旬頃オープンとね、大きな垂れ幕が張って、この時はですね、まだ工事中の段階で聖地だけと思われる状態だったんですけど、3月上旬ですね、この前を通った時にはもう建物の形がしっかりできておりました。第17位、あれから5ヶ月、ジャパン姫路土山店跡地の様子。はい、こちら2020年8月頃の様子でございます。ジャパン姫路土山店の閉店間近の様子がこちらですね。はい、こちら2020年11月の様子ですね。ダンススクールがあった建物とともに解体工事が進められていました。そして2021年1月頃、ドン！はい、皆さんもうわかりますよね。この後駐車場が作られておりました。24時間500円みたいです。第16位、夢咲町山の内の農家レストラン、車間館。YouTube 姫自転車の旅企画の記事でございます。はい、夢咲川上流の山の内地区の旧山の内幼稚園のノスタルジックな園舎跡地を利用して営業されております。一度ねオープンでは記事も取り上げさせていただきました。農家レストランシャカンカン、こちらの動画でも紹介しております。食材から調味料とか地域産にこだわったストレス解消、美容免疫力アップ、快眠、アスリート、生活習慣病、などなどをテーマにした健康料理を出されています。食事以外でも地元の農産物の販売や、小寺ハーブガーデンの直営店のハーブ製品販売などもされておりましたよ。ご邪魔！はい、第15位。姫路市と近隣唐揚げおすすめ。10選マップ付き。はい、こちらは姫路市近隣でおすすめの唐揚げがある店をまとめて紹介した記事でございます。ここに書いてる記事以外でもね、美味しいお店はたくさんあると思うんですけども、専門店などまだ行けてないところもありますけども、皆さんのおすすめお店があれば教えていただけると嬉しいです。記事の方にはずらっと書いておりますので要チェックでございます。第14位、あれから2年モナコ白浜店跡の現在の様子。2018年に閉店したモナコ白浜店がこちら。現在はですね、ビッグモーター姫路店になっております。敷地のアスファルトなどから伝わってくる新しさ、新店の感じがひしひしと伝わっておりました。第13位、近幕鴨のゲームセンター、Gパラが閉店している。新型コロナウイルスの影響で2020年12月20日に閉店。
同じ建物の4階にあるホームランドームは営業を継続されるようでした。第12位、姫路市民2500人に聞いた姫路のソウルフード五田荘路、あなたは赤派それとも白派、調査結果発表。こちらはこの動画でも紹介しました。お店で売れてるのは赤が 70%、 白が 30% ぐらいだとお聞きしたんですけども、実際に街角で聞いた結果、そしてインスタグラムでね2000人を超える方のアンケートを取った結果はですね、赤が 60%、 白が 40% という結果になりました。動画にもしてるのでそちらの方を見ていただけるとご邪魔嬉しい。第11位、今朝6時マイナス4度 C、 姫路の様子、姫路の種写真部。はい、こちら2011年1月10日朝6時半マイナス4度の状況でございます。姫路城のお堀も凍っていたとのことで撮影。はい、もう一枚ドン。いやー、この日は寒かって、もうかなりお城の方も凍っておりました。姫路城北の清水の目の池も凍っていました。第10位、JR 姫路駅と赤穂駅の間に新駅設置が決定したみたい。さあ、こちら JR 姫路赤穂駅間に新駅が設置が決定。2026年春に開業予定だそうです。イメージ図が出ておりました。今から楽しみ。第9位、今日が春馬グルメ記事、2020年人気ベスト20をまとめたものでございます。こちらは動画にもさせていただきました姫路市近隣お出かけスポットのグルメで人気だったものをランキングで紹介した記事でございます。記事にはずらーっとね並んでおります。動画にもしておりますので、そちらの方も概要欄貼っておきますのでチェックしてください。第8位、2020年姫路市内と近隣にやってきた有名人一覧。はい、こちら我々が把握できている2020年に姫路に来ていた有名人をまとめた記事でございます。こちらもずらーっと記事の方には書いてますんで、そちらの記事も概要欄に貼っておきますのでチェックしてください。第7位、ディズニーのイベントがイーグレ姫路であるみたい。1月29日から2月1日日に姫路市民プラザドリームアートワールド開催のお知らせの記事でございました。日本初公開作品も多数展示し、伝統と歴史のあるディズニーの世界を巡る旅を楽しめる一大イベントでした。第6位、唐揚げ専門店松本家がオープンするみたい。蝶の壺のクロックス敷地内でキッチンカーで営業していた松本家の店舗が1月31日にオープン。こちらのチャンネルでも動画にしたあの記事でございます。松本家はキッチンカーで営業していましたが、もちろんトラックもあり、移動販売もこれからもする予定とのことです。はい、田島鶏を使った美味しい唐揚げの様子は動画もありますので概要欄をチェック。第5位、緊急事態宣言の対象地域に兵庫県が追加されたみたい。はい、こちらは2021年1月の記事でございます。緊急事態宣言の再発令についてお知らせした記事でございました。兵庫県を含む7府県が緊急事態宣言対象地域に追加されました。期間は1月14日からと、姫路市のホームページに新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせもしてあり、2月下旬以降より医療従事者、3月中旬以降より高齢者、そして4月以降には基礎疾患を有する方や高齢施設等従事者などを優先とし、順次接種できるようになるみたいです。第4位、論文寮天高インター渚たちが姫路に来てたみたい。はい、こちら12月2日から3日の頃、姫路近辺で論文寮さん、天高インター渚さんの目撃情報がありました。テレビ東京ローカル路線バス VS 鉄道乗り継ぎ対決7、京都から有馬温泉姫路城とのロケをしたようです。第3位、さっき姫路で花火が上がったみたい。1月16日18時頃花火が上がったみたいです。見てくださってる皆さんも知ってる方もおられると思います。場所は陸上自衛隊姫路駐屯地だったようです。今回は花火に関する情報はどこにもなく、本当に完全なるシークレットだったようです。第2位、奏者かっこ播磨国奏者かっこ閉じる初詣の様子、すごい行列。はい、こちら大晦日から元旦の奏者の初詣の様子をお伝えした記事でございました。と、皆さんも初詣に行かれたんでしょうか。まあ、たくさんの方が訪れておりました。詳細は記事をご覧ください。第1位、ピオレ姫路の閉店するお店まとめ2021年1月ということで、ピオレ姫路の1月に閉店するお店をまとめた記事が堂々のランクイン。はい、こちらもねずらっとね記事の方に内容を書いております。あれから現在は3月なので、ね、閉店するお店も増え、開店するお店も増えておりますけども、姫路の種の方でも追っかけておりますので、開店記事まとめ記事増えておりますので、そちらの方もチェックしてください。
はい、ということですね。ずらっと一気に20位まで見ていただきました。皆さん、どうでしたか？皆さんのお家の近所の情報もあったんではないでしょうかね。驚いた記事もあったと思いますけども、ざっと総評をまとめさせていただくとですね、姫路の現在と未来の話題が多かったんではないでしょうか。兵庫県も緊急事態宣言の再発令が決定したことをお知らせした記事が5位。そしてシークレット花火が冬の夜空を彩ったという話題も人気になりました。ちょっと今はもう3月なんでね、これ1月ね、1月の話題ですけど、皆さんと振り返ってみました。そしてですね、未来の話題では JR 姫路駅から阿賀保駅の間、手柄山の付近に以前から噂があった新駅の設置が決定したと、こちら後日各 SNS でも注目を集めておりました。そして2020年姫路を撮れた有名人ハリマグルメ10選などまとめ記事も皆さんに大変見ていただいたという嬉しい気持ちでいっぱいでございます。取材協力ご協力いただいた地域の皆様、本当にありがとうございました。はい、ということで姫路だったら日々に色とりどりを添える素敵な情報や、かゆいところに手が届くような便利な情報など、姫路にまつわる様々な話題をバンバンお届けしていきたいと思っておりますので、皆さん、ご観覧よろしくお願いしますとともにですね、企業様にはですね、姫路の種では年間企業パートナーさんを募集しております。概要欄にもね、貼っておきますと、応援してもらえばですね、我々もバナー広告、そして記事など、で、場合によっては動画なども作って、PR して一緒に姫路を盛り上げようというね、スタンスもお手伝いできると思いますので、ぜひ姫路の種を企業様お救いくださいませ。はい、ということで今後とも姫路の種、そしてぶどうチャンネルをよろしくお願いします。最後までご観覧ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。